ナベです。のりまんでーす。ということで今日は、ダメダメだね、お昼ご飯です。クワトロ日本っていうやつを頼みました。と、サイドメニューの、サイドメニューの、キントン。間違えた。とりあえずコーラ。乾杯。乾杯。おい。コンベコンベ。マジで美味しい。リスチーズがいい。うちら今プリンセスデーやからダイエットは今お休みっていうことで、お休み、いただきます。何このパン生地、うん、うまい。な、4口そんなことある？ちょっとめっちゃうまい。うまそう。あげると見せかけて自分で食べる。うん、やばない、サムネっぽい。うん、まっ、何これ、マジで美味しい。ラミの味がした日本一。ねえ、なんでこんながっつり食べたくなったかっていうと、プリンセスデー、うん、やからっていうのもあるけど、ダイエットレスここ最近しとったらね、うんうんうん、ずっとしっかりしてたみたいな。で、もうなんかダイエットってマジでやむよねみたいな。今もうそのプリンセスデーと相まって、もうやみすぎてすごい大変な状況やから、マジでもう言うとくみんな、今すごい大変な状況なんです。自ら何でにここ行っていこう、かわいそうって。あの、今自分甘やかしたい、うん、やっぱ日本人ってそういう心あんまり言わんやん。そうそう、言わんやん。なんか自分かわいそうみたいに、うん、かわいそう。なんかダイエットもして、うん、えらいな。えらいよ。ダイエットしてる女の子って絶対やむ子めっちゃ多いと思うね。だからそれをうちを喋りながら食べていこうかなって。まあ結構もう後半なんですけど、見てください、もうほとんどないです。なんかね、ダイエットしようって思う時点でさ、うん、意識高いわけやんか、うん、これ自分にムチ打とうって思ってるわけやん、うんうんうん、ダイエットが楽しいわけないから、うん、ほとんどの人が、うん、まだあんまりしやんタイプやから、もともとの性格的に完璧主義な子が多いイメージがある、うん、だからダイエットするからやむんじゃなくって、考え込みすぎちゃうタイプやからやむんかなって思う、うんうんうん、なんかそのダイエットの時ってマジで自分頑張ってるやん、うん、めっちゃ頑張ってんのに周りからはさ、うん、いろいろ言われるやん、うんうんうん、別にお前に見られなくてやってるわけじゃねえよって感じやん。リサは全女子の憧れってマシュマロボディやと思うねん。知らん、決めつけちゃうけど。だってさ、マシュマロボディの方がさ、女の子から見てもさ、触り心地いいし、そのつくとこにはついてさ、お肉とか、胸とか、お尻とか。そらさ、男も女も好きやん、そんな。女でもこうやって触りたなるやん。そらさ、その方がいいってリサ思うわけ。でもさ、自分がさ、そのマシュマロボディの体型になれるかって言われたら違うわけ。だからもう胸もあからさまにないし、だから太ったって。みんなわかる。でもだから絶対ここに使うわけ。太ってもここやねん。わかりきってる。だから、マシュマロボディを目指したいけど、目指されへんから、諦めて、その、じゃあ、こっちかなっていう道に行ってるわけやん。で、多分そういう子って多いと思うねんな。やのになんか、男はこんなガリガリじゃなくったらマシュマロボディの方が好きやねんで、みたいな言われても、いや、わかってんねんみたいな。こっちもわかってて、その道を選ばれへんからこっち行ってんのに、すごい怒りが。やばいやん。まあ、だから要するになりたくてもその体型になれる人となられへん人がおるわけやん。例えば船やったら逆に筋肉つかむタイプやから、うん、めっちゃバキバキに割りたいと思っても無理やねんな。筋肉もつきやすいつきにくいがあれがりあってあるし、だからそれと一緒でそのいい感じにマシュマロになるか、体重を落としたら骨感が出るか、まあ、みんな好きやん骨格。なんかダイエットしとったら、うん、なんか頬をかけたらなんか貧相に見えるから、そういうダイエットはやめようみたいな感じの、うん、風潮っていうかさ、があるわけよ。でもさ、まあ、リサ見てもらってボケてるんやけど、言われたこともあるし、リスコメント欄でなんかこんななんかみすぼらしいみたいな。でもまあ言ってることはわかる。確かにちょっとみすぼらしい。なんかお腹空いてそうに見えるやん、ここで撮ったら。お腹空いてんかな、この子みたいな、なるやん。じゃあわかるねん、言ってることが。でもなんかリサは骨格がここの頬骨が張ってるわけよ。もうもともと別にマックスまで痩せてるからこけてるとかそういうことじゃなくて、普通にちょっと太ってる時でもこけはしてんねん。ただ顔がでかいだけみたいな、ちょっとよう分からへん骨格やねんけど、こうなんやな。え、そうそう、ここがマジで張ってんの、うん、でもだからそれってさ、リサからしたらめちゃくちゃコンプレックスなよね、うん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 、でもだからその頬こけてどうのこうのみたいな見たら、なんかリサのコンプレックスをディスられ、ほんで頬こけて痩せたのが気持ち悪いみたいな、すごいうわーみたいな、すごい言うじゃんみたいな感じなわけ、こっちからしたら。え、それでもなんか病んで、自分のじゃあ頬骨が張ってんのが悪いんかみたいな、じゃあでも骨ってもう削るしかないやんみたいな、怖いどうしたらいいみたいな。
ぬんの話でもうなくなってきてるわけ。とりあえずやむやん。なんか、うん、もうほっとけよお前らみたいな。ほんまにあのほっとけ。ほっとけよほっとけよやん多分。見てる人からしたら。どっちもほっとけよ。でもだから自分はこんなに頑張ってんのに、うん、周りからはいろいろ言われるっていうので病んでいく。過食もしちゃうし、過食したらめっちゃ気持ちも落ちるやん。何やってんやろ自分みたいな。ってやむやん。最悪。にやろうって思いすぎたらほんまにあかんなって前の動画でも言ったけど思うわけ、うん、目標体重とか設定みんなするし、まあ、リサもするけどそれを絶対守らなあかんみたいなさ、別に誰に言われてるわけでもないやん、自分のパーソナルトレーナーみたいな人がついてくれてるわけでもないのにさ、なんか勝手に自分の中でこれまでに痩せなこれまでに痩せなって思って余計心労がたたってさ、変な痩せ方していくやん。やんだ痩せ方するよ。やんだ痩せ方するんで、それってわかんねんな人から見たら。え、でももう一個のバイト先の人になんかちょっと違うけど、うん、なんか仕事で失敗したとしても人は死にやせんって言われてふな、うん、は仕事とか結構なんかやらないと全部って思うタイプやねんな。でね、なんかもう言われたことは全部やらないとみたいな、ミスったらやむみたいな。ダイエットも一緒で、痩せやんかったからって死にやせんみたいな、うん、その目標体重いかんかったからって誰かに怒られるわけじゃないし、仮に怒られたとしても怒られて死ぬことってないやんか。大げさかもしれへんけど、でもこういうタイプの人間ってそこまで考えちゃうタイプの子が多いから、なんかもう最終もうそれが無理でも死にやせんっていう、マインドで、そう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 、思うねん最近。フナもめくれタイプの人間やけど、じゃあもう何もできひんってなってくるやん、からなんか一応なんか心の片隅に可愛いしなみたいな、あれやなんかなんかね、彼氏がさ彼女にさ怒ったみたいな言ったらさ、じゃあ2キロこのように逃げたってことだよねみたいな。だからそう思う、なんか自分という存在がこのように増えたみたいな。いや一時期あれやってた、めっちゃやんねんの時な、アプリ上でね、瓶のところにこう自分で文字を打つねんな、でやんでることとかしんどいこととかを書いて瓶に入れてこう流すみたいなのができんねん。瓶に入れて流したら誰かの元にたどり着くねん、そのアプリを持ってる。ほんでその人が全然目指してらずみたいな、うん、なんかしんどいですよねみたいな、なんかそこにおる人って優しい人とかおられるから、めっちゃ優しい言葉ばっかり返してくれるの。今は何だろう、リサはなんかこれやってる時ピークに病んでるなって自分でも自覚しとったんやけど、でもそれでもだいぶ闇は軽減されるから、 TikTok とかに書くぐらいやったらさ、不特定多数の人見るやん TikTok とか Twitter とかって、そういう場やったら痛み傷を負ってる人だし、マジ居心地いいからやってみてもいいかなって思う。あ、いいよ。はい、という感じでダイエットってやむよね動画でした。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。最後1本目、せーの、よーっ。